モニター 3M ステッカー。モニタースタンドの底にステッカーを貼ります。バックルを緩める。モニタースタンドの角度を調整します。別のモニタースタンドを取り付ける。上下にスライドすると、ブラケットを任意の位置に固定できます。シガーライター。DC 端子を差し込みます。シガーライターを差し込んで、赤いスイッチを ON にします。画像が表示されます。アンテナ。カメラアンテナ。電源コード。赤い線は正極で、黒い線は負極です。IR センサー。光線が良くないところで、カメラの LED ライトが自動的に起動します。電源ボタン。単画面モードにプラスとボタンで画面を切り替えます。CH ボタンにより単画面、2分割画面、4分割画面の間に切り替えできます。単画面モード。メニューの分割画面に切り替えます。ドットプラスボタンを押して切り替えます。SEL ボタンで確認します。2分割画面モードを選択するとき、ドット CH ボタンで単画面と分割画面の間に切り替えできます。単画面モードに切り替えます。自動的に確認します。しばらくお待ちください。単画面を選択するとき、1ボタンが無効です。一回メニューボタンを押すと明るさの調節モードに入ります。プラスボタンで設定値を調節できます。もう一回メニューボタンを押すと音声の調節モードです。もう一回メニューボタンを押すと分割画面モードに入ります。CH ボタンで CAM2 の単画面に入りたい場合は、最初にシングルスクリーンモードでプラスボタンを押して CAM2 に切り替える必要があります。次に CH ボタンを押してシングルスクリーンモードに切り替えます。CH ボタンをシングルスクリーンモードで長押ししてガイドラインを開きます。ドット CH ボタンをもう一度押したままにし、ガイドラインを閉じます。メニューボタンをシングルスクリーンモードで押したままにして、ペアリングモードに入ります。カメラの電源を再投入します。ペアリング完了です。
シングルスクリーンモードで SEL ボタンを押して画面の反転を調整します。クワッドモードで SEL ボタンを押して画面の反転を調整します。分割画面モードに切り替えます。二台目のカメラに接続します。赤い線、黒い線、二台目のカメラをモニターに登録、カムニのシングルスクリーンモードに入ります。クワッドモードに入ります。三台目のカメラを接続。三台目のカメラをモニターに登録。カムさんのシングルスクリーンモードに入ります。取り付け前のテストです。おまけの電源コード。黒い線と赤い線を別々に組み合わせます。アダプター。赤い線をアダプターの正極に、黒い線を負極に差し込みます。ネジを締めます。シガーライターと接続します。赤いスイッチを ON にします。ネジでカメラのブラケットを固定します。カメラが揺れないように10分にネジを締めます。
アンテナをカメラに設置します。ネジを少し緩めて角度の調節できます。ネジを取り外します。ブラケットを調節して、他の穴にネジを差し込みます。好きな角度に調節できます。カメラが揺れないように徹底的にネジを締めます。長いネジで固定します。